じゃーん、マティログ TV をご覧の皆様、お久しぶりでございます。マティログでございます。今私はですね、自分の家のすぐ近くにあります大滝山というところに来てます。こちら見えますでしょうか。立派な滝が流れてますですね。そして今この滝の音をこんな感じで録音してるわけです。本来であればね、僕も車から降りて滝の音を直接聞きたいんですけども、ちょっと今車の周りをですね、アブがすごい飛んでるんですよ。この時期アブが多いんですね。ヘイタクちゃんもなんか東京でアブに刺されて指が動かなくなったというふうに言ってましたからね。僕も小学校の時にプール、ちょっと風邪ひいててプールに入らないでそのベンチに座って見てたらアブに刺されまして、左の足を。そしたらみるみる腫れていって、左の足だけ2センチ大きくなったっていう。で、次の日から左右大きさの違う靴を履いてすげえバカにされたっていう嫌な思い出がありますんで、ちょっとこう車の中からね、録音、録画してるわけですけども、今この録音してる滝の音をバックにですね、今度配信するマティログパラダイスのボリューム103でお届けしようかなと。トークの後ろにこううっすらとこの滝の癒しの音色をね、交えながらお届けしようと思っておりますので、ぜひお聴きいただきたいなと思います。ということで、秋田のイビョンホンことマティログがお届けしました。バイバーイ。